人生100年とは言いますけれど、うん、50でリセットしちゃっていいの？やっぱり時代がすごい変わってきちゃった。はい。皆さんこんにちは、本チューブです。今回は50歳からのゼロリセットをお書きになりました本田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。では概要をご説明いたしましょう。50歳は変化を受け入れられる最後のチャンス。これまでのスキル、知識、経験を一旦手放すことで自分の本当の強みに気づくことができます。著者が実践してきた実例も踏まえながら、変化の時代に対応し人生を充実させるための生き方、考え方を伝授します、ということで、はい、今回タイトル50歳からのゼロリセット、はい、人生100年とは言いますけれど、うん、50でリセットしちゃっていいのっていう気持ちなんですけど、うん、どうなんでしょう。まあ、50歳ってこう新しく何か大きく変えたりとか、うん、変化させるのはちょうど一番最後の年っていうか、うん、できる、うん、年なのかなと思う。ちょうど区切りもいいし、はい、何かを変えていって、まあ、もっと60、70、80まで来た時に、うん、続けられないかとか、いうものを新卒の気分でやれるにはちょうどいい気分かなと思うんですよね、はい、うん、やっぱり時代がすごい変わってきちゃったから、はい、昔の僕らが若い頃になって、はい、今ある世の中にある仕事のかなりの割合が僕らが学生時代になかった仕事ですよ。というのはそもそもインターネットなかったし、携帯電話なかったし、はい、そういう中で仕事ができちゃったから、若い子たちはそれはもうネイティブというか、うん、まあ、携帯も生まれたとかあったし、はい、インターネットもあったし。デジタルネイティブって言いますもんね。本当新卒の気分でなんか教えてもらうっていう気持ちで新しいことを始めないと、うんうんうん、やっぱり取り残されちゃうし、ね、逆に言うとそれができればまた次のなんていうか楽しい時代を生きることができるんじゃないかなと思うんですよね。この50歳でリセットするっていう発想なんですけれども、うんうん、これは50歳になったリセットしようっていうものではなくって、やはり準備ってされましたか？うん、結局一番大事なのは体なんで、まあ、特に足腰と体力がないと、はい、仕事でうまくいったりとか、うん、何かあったとしても、はい、その動けなくなっちゃったら、ね、長生きしたとしても楽しくないじゃないですか。でそれまでなんか筋トレとかサーフィンしかやってなかったんですけど、まあ、40の時からそれを据えて、まあ、トライアスロンを始めて、はい、その筋トレだけだとちょっとこう結局外で動ける体でなると一番老化が始まる済むのって足腰が弱った時らしいんですよね、はい、外出れなく、うん、だんだん出るのが出なくなって、うん、そうするともうどんどん人ともあなたって気がして、うん、はい、そして本田さん、これの本の中ではこれからの人生に必要なのは、うん、横の人間関係だっておっしゃっていて、うん、そしてさらに50代になったら誰を知ってる、有名人を知ってるんではなくて、うん、誰に知られているかもすごく大事なんだよねって、頼られることも大事なんだよねっておっしゃってますが、うん、そのあたりもどうですか？大体昔の考えだと日本ってその縦社会で人間関係を立てて、はい、まあ、先輩後輩みたいな、うん、それだともうその会社なくなったらもうなくなっちゃうわけじゃないですか。例えば共通の趣味でもいいし、うん、共通の何か話題でもいいし、うん、いうもので集まった人たち、うん、とのつながりっていうのがこれからすごく大事になると思うんですよね、うんうん、でそういうネットワークを持ってないと結局今度その会社終わったらもう全然何の人のつながりもないとかっていうになってくると、それこそその社会との関わりも薄くなってきちゃうから、いろんなチャンスに気づけないかもしれないし、このつながりっていうのは序列がないから、別にまあある意味緩いつながりっていうか、別にバラバラになったっていうことですし、その強制力がないんです。でそんな時つながるためにはやっぱり何か人に貢献できる何かを持ってないと、まあ、人に教えられる何かとか、そういうものを持ってない人ってやっぱその横のつながりを作りにくい。名刺とか会社名を言わずに自己紹介できる力というか、そういう人になるっていうところにもつながってきますかね。50代を迎え、自分の人生のこれからどうなるんだろうと悩んでいる人、また将来が見えないと言われる時代にうまくいっている先輩はどんな考え方、そしてどんな価値観で生きているんだろうと、そんな風に気になった方はぜひ手に取ってみていただきたいと思います。本日ありがとうございました。